焼肉食べ放題は2900円、ジンギスカン食べ放題も同じかったはず。デザートのティラミスを頼みました。先ほどね、こっちイチゴショートケーキを食べたんですけど、今度はみちこちゃんが食べます。たくさん食べました。美味しそうです。美味しいです。はい、チョコレートバニラアイスです。そしてみちこちゃんはちょっとこけちゃって、あ、はい、どうぞ。どう？めっちゃうまそうやん。めっちゃうまい、これね。結構いっぱい食べたもんね。みちこちゃんが食べます。どう？コリ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 してて美味しい。満足？美味しそうです。ビアガーデン、気持ちいいですね。今日本当だ、気持ちいいです。今日そんなに寒くない今日、涼しい。
奥で作ってやってらっしゃるんですね。札幌ビールと恵比寿は、静岡の工場から持ってきてるんですけど、ここ の, あのクラフトビールは、ここでしか飲めない紅葉園のクラフトビール3種類作ってます。3種類も、またぜひ今度来た時は、そうですね、ビールの子を飲ませていただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。お母さんとかすごくいい、広いからね2階も3階もある。あ、3階まであるんですか。へえ。3階は宴会場になってて、こちら、どうもありがとうございました。お疲れ様です。こちらがビアガーデンになります。はい、みちこちゃん、こんばんは。こんばんは。今日の食事の感想を一言で言うとどうですか。めっちゃ美味しかった。あ、ごめんなさい一番のおすすめは、私は、ラム肉、ラム肉と、豚タンがもう一番の、すんごい、もう大好き。なんかジンギクさんめっちゃうまかったよね。ジンギスめちゃめちゃご飯進むよね。もう一番、なんかここではクラフトビールも作ってるみたいで、そう恵比寿とかそういったビールは静岡の方から行くけど、クラフトビールはこちらで作ってるということで、で11月からしゃぶしゃぶをやるみたいで、それで2階3階まであって個室もあるっていうことなんだってね。いいね。家族でも宴会でも、ケーキがね、美味しい、美味しかったっけ。うまかったよね。またぜひ。はい、ありがとうございます。どうもありがとうございました。札幌ビール紅葉園でした。私がこうする。